皆さんこんにちは。前回の動画投稿から少し間隔が空いてしまいましたけれども、久しぶりに動画投稿したいと思います。一部の方からですね、YouTuber になったのかって聞かれることあるんですけども、この撮影の労力、編集の労力、それと再生回数っていうのが釣り合ってないことが多くてですね、この世界では生きていけないっていうことが分かりましたので、ここで YouTuber 転向疑惑っていうのを、明確に否定しておきたいなと思います。それはさておき、緊急事態宣言が解除になりまして、その後、宮城県や仙台市で新しい感染者が出てないっていうこと、そして6月1日から学校が再開になったということ、それからスポ少の活動自粛要請が解除になったということを受けて、今週末あたりから、少年野球の活動を再開するっていう情報がですね、ちらほら聞こえてきております。仙台市の施設開放も再開したということなんですけども、教育委員会の方針によって、学校のグラウンド開放は、7月から再開ということです。スポーツ活動の再開についても、7月からですよということで、仙台市教育委員会の、方針で、そういうふうに示されています。吉成野球の実情はですね、本拠地が、学校のグラウンド、吉成小学校のグラウンドということで、現時点では活動再開の目処が立ってないという状況になってます。一方でですね、公式戦の日程は決まっていまして、早く活動再開したいっていうのは、まあ吉成に限らずどのチームも一緒なんじゃないかなというふうに思います。国からの新しい生活様式であるとか、教育委員会からの通達、そして、野球の各団体の、感染予防のガイドラインですかね、そういったものをが示されてきているのは、皆さんご承知の通りなんですけれども、本日、全日本軟式野球連盟の方からも、ガイドラインの改訂版が示されました。今挙げたような指針一通り読んだんですけれども、学童野球の実情がしっかりと反映されたものではないように感じています。結局のところ、子供たちを預かるチームだったりとか、市町村の連盟、で方針を決めて、それに沿った形で、活動を再開していくのがいいんだろうなというふうに思います。吉成では今週末に活動再開に向けて、話し合いが持たれることになったんですけれども、それに先立って、団活動の新しい活動様式っていうものを、ちょっと考えてみました。従来の少年野球のスタイルから、コロナウイルスとの共存を考えたものに切り替えていく必要があるっていうのは、明確だと思いますので、今提案する、内容の中から、受け入れにくいものがあるというのは承知の上で、ちょっとここで提案という形で話したいなと思います。ここに書いたんですけど、まず健康観察、これからはですね、無理をしてグラウンドに出るっていうことは、まあ、ありえないだろうということですね。体調に異変を感じたらまずはもう参加しないと、欠席っていう選択をせざるを得ないだろうということです。異変がなくても体温を測る、検温するっていうのが、まあ、大前提になることと思います。選手だけではなくて家族も同様に検温して、家族に体調不良者、発熱者がいる場合は参加しないということが大前提になります。国の基準で一応 37.5 度以上というラインが引かれてますので、それに準ずる形がいいのかなと思います。平熱が低い人は37度ぐらいでも、体調不良を自覚する場合がありますので、自身の平熱に合わせて読み替えて、対応してもらえたらと思います。それからコロナ特有の、まあ、味や匂いを感じないという症状が、言われてますけども、それも頭に入れておく必要があると思います。とにかく体調に問題がないことを確認して参加するということです。試合もまだ先になると思いますけども、試合を行う場合は相手チームに体調不良者、発熱者がいないこと、それから試合会場の近隣で、コロナの発症者がいないということ、など、試合を実施できる状況を確認してから、試合を行うということが大切だと思います。続いてマスクの着用についてです。運動時にマスクを着用しなければならないような状況であれば、まだ活動しちゃいけないんだろうなと
判断すべきだと思ってます。これからは熱中症との絡みもありますので、運動時のマスクっていうのはちょっと考えにくいです。それを踏まえた上で、ここに書いた場面ではマスク着用していこうということを提案したいと思います。球場の出入りですね、それから移動の車内、ミーティング、ベンチ内、選手の密接が想定されるケースではマスクの着用が必要だというふうに思います。そして、共用の場所や用具の消毒も必須だということですね。例えばヘルメットだったりとか、バットケース、キャッチャー用具とか、そういったものになろうかと思います。ボールも入ってきますかね。つまり、1人1枚以上マスクを用意する、それからチームで消毒を用意するということが必要になるということになります。そして、3密を避ける努力、が必要ということです。ウォーミングアップ、キャッチボール、ノック、これらの、やり方一つ一つ見直して、選手同士の密集密接、これをできるだけカットしていく工夫が必要になると思います。その他にもエンジン、ハイタッチ、給水、用具の共用、これらもチェックポイントになると思います。あとは選手だけではなくて、保護者、それから観戦に来た方の密集密接も最大限避けていくということが、大事になってきますね。これらのことをまとめたのがこの赤い囲みの3つになります。検温、健康観察の励行、これは必要に応じて活動の最中も必要になってくるかもしれないですね。そして2つ目が消毒液、体温計、マスク、これを、まあ、個人で用意するのももちろんなんですけども、チームで、用意しておくということですね。3つ目が、チームの新しい活動様式のガイドライン、これを明文化しておくということです。これは共通理解、チーム内で共通理解するっていうのももちろんそうなんですけども、万が一コロナが発生した時に、あなたたち対策してたんですかと、いうふうになってくると思います。ですので、きちんとガイドラインに沿って、行っていましたよと、そういう証明にもなると思いますので、話し合いで決めたこと、チームの方針として決めたことは、きちんと明文化しておくということが必要だろうというふうに思います。こういう状況ですので、何もなく、はい、再開っていうのはありえないと思います。大人が工夫をしながら、子どもたちの生活に野球を取り戻してあげたいなというふうに思います。学校が再開したばかりですけれども、3月の2日3日あたりから、5月いっぱいまでと約3ヶ月にわたって子どもたち活動の自粛をしてきました。それによって疲れであるとかストレス、これは想像以上だと思います。自分も一学童野球の指導者として自戒を込めて話しますけども、公式戦の日程決まっています。ですがチーム作りを急ぐのではなくて、まず、団活動が子どもたちの自粛疲れの解消の場になるように、していきたいなというのが、今一番の願いですね。技術や意識っていうのは、指導者が考えているようには伸びていないかもしれないです。一冬練習してきましたけども、この3ヶ月で、維持できなかったものっていうのが必ずあると思います。まあ、自主練の成果とか、まあ、体が成長期に入って、伸びている子もいるかもしれませんけども、みんなでここは自粛をしてきたわけなので、ある程度仕方ないと割り切って、行く必要があると思います。あとはこの自粛によって怪我しやすくなっているということも十分考えられますので、その辺も意識しながらグラウンドに立ちたいなと思います。間違っても子どもたちに逆にストレスを与えるような接し方にならないように、意識したいなと思います。初回は本当に運動遊びとかキャッチボールぐらいで終わっていいんだろうなと、とにかくグラウンドに子どもたちの笑顔が戻って、運動とか野球を楽しんでもらえるという日が来ることを望んでいます。私自身は仙台市のチームに仙台市外から参加しているという立場なので、仙台市と今住んでいるところと、両方の状況を見ながら、その都度参加できるかどうかを判断していこうかなと思っています。
早く野球がやりたいのは子どもたちも、私たちも一緒だと思いますけれども、しっかり工夫しながらその日を迎えられたらいいのかなということでご提案という形でお話しさせていただきました。他のチームさんだったりとか他の地域のチームさんだったりとか活動再開に向けてのガイドライン等、検討されていることがあったら何か情報交換等できればいいなと思いますので、ご連絡いただけるとありがたいなと思います。本日ご視聴ありがとうございました。